はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いします。本日はですね、プリンちゃんの子供たちが12日目になりましたね。よく見るとですね、目が開いてますよね。12日目、本日はですね、たっぷり山盛りに乗った野菜をね、ちょっとあげてみたいと思いますね、赤ちゃんたちに。はい、でよしよし、はい、見えるかな。本日はですね、千切りキャベツに豆腐、トウモロコシ、あとはグリーンピースに人参ですね、あと豆苗もね、こっち置いておきましょうかね。ちょっと見えにくいかな。ピントが合いませんね。食べてくれてますね。千切りキャベツかな。まずはプリンちゃんは気づいてませんね。こっちいますけど、赤ちゃんたちは半分の子は気づいてくれてますね。手で持ってやりましょう。はい、プリンちゃんは豆苗を食べてますね。豆苗、立派に育児やってくれてますね。子供たち、こっちにね、一匹何やってるのか分かりませんけど、いますよ。取り合ってますね。プリンちゃんの持ってるね、トウモロコシを子供たちがよこせよこせって泣いてますよね。なぜか一匹だけこっちでなんか穴掘ってますね。はい、じゃあプリンちゃんの子供たち11日目でした。はい、こちらはですね、なっちゃんの子供が8日目ですね。8日目になりました。割と色がはっきりしてきましたね。まだ目は開いてませんね。これ今なっちゃんがもりもりお野菜を食べてくれてますね。もりもりお野菜、
ちょっと時間かかりますかね、この子たちに触るのは。そうかな。はい、今ですね、子供たちの前にね、豆腐を置いてみたんですけど、一人かじってますね。離乳食代わりにね、たくさん食べてもらいたいです。りんちゃんどうした？どうしたの？どうしましたか？脱走します？はい、他の男の大人たちにもね、ちょっとあげてみますね。はい、女子部屋ですね、女子部屋。ちょっと大きなお皿に入れてみましたけど。さあ、どうだ？昨日あげたですね、かぼちゃ？どこに行った？今ね、こんな感じになってほとんど食べてくれてましたね。皮の方も食べてくれて、まあ健康にいいって書いてあったんでね、食べてくれて嬉しいです。はい、お野菜ね、お野菜皆さん食べてね。もりもりお野菜ですよ。あんまり来ませんね。ただいまですね、朝の5時53分です。朝の5時53分、温度は20度、湿度 43% です。はい、じゃあまたちょっと男子部屋行ってみます。はい、これ女子部屋なんですけど、なんか慣れてきてくれて、食べに来てくれましたね。もうちょっとみんなでね、食べてくれれば絵になるんですけど。はい、男子部屋行ってみます。はい、すでに食べてくれてますね、チップ君ですね。これはあとの3人はですね、なんかここで寝てますね。なんかチップ君だけがいち早く気づいて食べに来てくれました。
してきました。うんうん、こっちはいいですね。4人とも食べてくれてますね。ちょっと 入りきらないかな。うん、こっち向いて食べてくれてますんでね、いいな。いいですね、かわいいですね。はい、最後アイスくんいってみます。はい、最後にアイスくんですね。アイスくんもりもりお野菜をね、目いっぱい入れてみました。はい、それでですね、今日のハムスターの豆知識いきます。ですね、中国でハムスターが人気なわけですね。2008年の干支はネズミ。中国でもネズミをモチーフにした商品がよく売れましたと。またそのネズミの仲間であるモルモットやハムスターも大人気にと。ペットショップではハムスターを求める人が増え、ハムスターの飼育関連グッズがよく売れたのだとかって書いてありますね。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。